こんにちは、福井のセレクトショップディスカバリーです。今回はこのエンハムウィックタバーンのこのパッチワークの、ニットスウェットを紹介しようと思います。はい、ですね、こちらサイズが、3サイズ展開ですね。44、46、48っていうサイズですね。私が今着てる 170cm60kg の私が着てるのが今46です。サイズ M です。ただですね、サイズ M とはなってますが、かなりこれね、腕が太くて、もう、肩幅でかめ、身幅大きめ、いわゆるビッグシルエットってやつなので、サイズはですね、ほとんど、まあ、ないと思ってもらった方がいいと思う。まあ、フリーサイズですね。まあ、サイズ下げても上げてもね、ほとんど多分、着丈がちょっと変わるぐらい。まあ、寸法上は、身幅とか骨も大きくなると思うんですけど、着比べてもね、多分確認できるのは丈だけと思います。なので、まあ、ほとんどの体型の方もこれで問題ないと思いますので、まあ、ちょっと体が大きい方とかでも大丈夫です。もちろん僕より小柄な方でも全然このサイズで問題ないと思います。はい。まあ、デザインの特徴も見ての通りですね。パッチワーク。いろんな、ニットっぽい、ニット風の生地をこう、パッチワークしてます。ですね、かなり凝ってまして、まあ、袖のリブとかもこれね、左と右で違ってたりとか、まあ、こういう裾がこう、段差になってるんですね。こう、高さが変えてるんですよ。変えて縫われてるとかね。まあ、襟のリブとかもね、これね、数種類のリブをこつね合わせたりとか、めちゃめちゃ凝ってます。ちょっと回ってみますね。こんな感じです。はい。まあ、このシリーズ、このエンハムニックタバーンっていうブランドは結構ね、毎シーズンやってまして、まあ、その集大成じゃないですけど、まあ、今までやってきたことをかなりこう集大成でかなり凝った感じで仕上げてるのが特徴です。まあ、パッチワークっていうと、かなり派手な、アイテムになるので、まあ、結構苦手意識とか検索された方も多いと思うんですけど、まあ、見ての通り、このパッチワークに関しては、トーンを揃えてる。まあ、トーンって色の、雰囲気ですね。まあ、相性、どう言えばいいのかな。まあ、黒っぽい感じですね。まあ、暗めの色でまとめているので、見ての通り、そんなに派手さはありません。結構ね、合わせやすいと思います。まあ、無地のパンツで合わせてもらえれば、ほぼ何でも合うと思うんで、まあ、黒でも大丈夫ですし、まあ、ベージュでも大丈夫ですし、まあ、緑系でも大丈夫なんで、そうですね。まあ、細めのパンツでこうゆったりさを出すか、まあ、太めのパンツで全体的に緩やかに出すかっていうのは、まあ、その方の好みみたいな感じでいいと思いますけども、まあ、着丈をあまり長くしてない、結構ね、身幅とかに対して着丈を短くしているので、あまりだらしなくならないのが特徴ですね。こう見てみると結構ね、こう普通っぽいんですけどね、動くと結構でかいんで、まあ、そういう動きの良さみたいなのも楽しんでもらえればいいかなと思います。素材はですね、コットンとポリエステルで、コットン96だったかな、コットンが 94% ですね。でポリエステル 6% なんで、まあ、綿です。当然洗濯もできますし、まあ通年通して使用できますので、まあ、冬場はこれの上にアウター着るのもいいと思いますし、まあ、春秋はこれをメインにして、こうやって裾からちょっとこうチラッと見せたりとかね、こんな感じで着ていただければいいと思います。まあ、ほぼスウェットみたいな感じです。裏地とかも含めて、まあ、いろんな生地使ってますけど、基本的に綿なんで、まあ、ニットっぽい見た目ですけど、ほぼスウェットなので、その辺に関してまあ使いやすいんじゃないかなと思います。はい、ですね、お値段の方が、税込みで 29,700円ですね。まあ、かなり凝った仕様なんで、ちょっと値段はしますけど、まあ、その分長く愛用できるアイテムだと思います。こういうアイテムってやっぱりこう、新しく買い直すってことはほとんどないので、まあ、メインアイテムとしてずっと使えるので、まあ、無地のアイテムってどうしてもこうね、買い直したりとか、新しくこう、目に留まるものが出てって、古いやつ着なくなるとかあると思うんですけど、これパッチワークとかね、柄物っていうのはね、意外とね、ずっと着れるので、まあ、そういう意味でもね、結構ね、長く愛用できるかなと思います。はい。お店の方ですね、あとまあ、オンラインショップの方で、まあ、販売してますので、まあ、オンラインショップの方ですと、まあ、スタイリングの動画や、まあ、写真も上がってますので、もうちょっとこう細かく見たいって方はそちらの方で見ていただければ、より詳しく見れると思います。ですね、まあ、ディスカバリー福井で検索してもらえればオンラインショップ出てくると思いますので、まあ、エンハムニックタバーンっていうブランドの中からこちらを探していただければ、見つけられると思います。はい。質問等ありましたら、まあ、メール、DM、まあ、お電話、あとまあコメント欄とかでも結構ですので、そちらの方からお気軽にお問い合わせください。はい。では、以上ですね。はい。今回の動画では、エンハーモニックタバーンのこの、パッチワークの、ニットスウェットを紹介しました。皆さん、ありがとうございました。